スタートしました。ポンと4番のファンタジックラン好スタート、内から押して1番ストライクリッチ出ていきます。あとはスーッと追い上げる7番のアルムマッツ3頭、そして外から内に10番のタガノヒモロに合わせて4頭の先団グループ。3馬身開いて3番クラウンプライド、2馬身差6番の名将クモジ、外に9番のエボニー、後方は3頭で2番ソルトグリーン、サダムパッション、そして最後方5番のロマンドブリエ。1コーナーから2コーナーに入るところで振り切って1番のストライクリッチ、1馬身半のリードを取りました。4番ファンタジックランが2番手に控えて、3番手集団が3頭並んできて2番手を伺います。ペースが落ちました。3番クラウンプライド、外からタマモヒ、タガノヒモロギ、そして7番のアルムマッツ、この集団固まって、中段から後方グループも追い上げて、後方にいた5番のロマンドブリエ先団を狙います。その後ろまで上がってきました。残り 1000m 切りました。あとは6番の名将クモジ、内に控えて、あとは外エボニー、これから3コーナーに向かいます。サダムパッション、そして2番のソルトグリーン最後方で最初の 1000m1 分3秒6で通過しました。3コーナー回っていきます。しかし先頭変わらず1番のストライクリッチ、半馬身のリードをキープですが、並んできたファンタジックラン、そして外からスーッと10番のタガノヒモロにもう一度並びかけて、3頭が並ぶようにして4コーナーに向かいます。外から5番のロマンドブリエ、控えて3番のクラウンプライド、4コーナーのカーブ、一覧の先団グループ、これから直線コースに向かいます。残り400切りました。さあ先頭変わるか、外からタガノヒモロに先頭に変わって、外から並んできたクラウンプライド、一気にかわすか、一気にかわして先頭に変わる。1馬身とリードを取っている、食い下がっているタガノヒモロギ、2番手残り200を切りました。3番手集団一戦ですが、後方にいた2番のソルトグリーンが追い上げて、今3番手から2番手を伺っています。最後は独走、3番クラウンプライド強い、5馬身6馬身のリード、2番のソルトグリーン2着に上がってゴール、10番タガノヒモロギ3着、遅れて6番係が離れます。スタートしました。さあ少しばらついたスタートになったようです。まず間から8番のコンスタンティン、じわりと前に、そして内から並びかける3番のコパノニコルソン、外から13番クラウンプライド、内から3頭目の位置まで入れています。その後からは1番のウェルカムニュース、外馬体を制して2番のシュガーコルト、さらに外ややまくり気味に6枠両馬アトラクティーボコンスタンティン、1コーナーをカーブし終えて、これから2コーナーです。3番のコパノニコルソンが先手を取り切りました。リードは1馬身、2番手5番のアニージョがつけています。3番手外首差で13番クラウンプライド、そしてその内から1番ウェルカムニュース、2番シュガーコルト、そして外からは9番アトラクティーボ。さあまくるようにジャカランダ、ジャカランダが後位集団の一角まで一気に取り付いて、さあその後にコンスタンティンがいて、あとはゼッケン4番のビヨンドザファザーが追走しております。このあたりは中段馬群の内目になります。そして外には黄色い帽子2頭、ラインオブソウルにエトワールジェンヌ、2馬身後方ですが、外目から10番のアナザーエデン、そして内内ゼッケン12番のブラックルパンという体勢です。 1000m は1分2秒0で通過しています。3コーナーカーブ前ですが、わずかに3番コパノニコルソンが先頭、これを外からビタッと見るように5番のアニージョが2番手、3番手13番のクラウンプライド、促して促して9番のアトラクティーボは4番手、34コーナー中間地点、5番手の位置に1番のウェルカムニュースがつけています。そしてその後ですが、黄色い帽子エトワールジェンヌ、ラインオブソウル、コンスタンティン固まって、さあ第4コーナーカーブ、第4コーナーカーブから直線コースへと向かってまいりました。今度は先頭クラウンプライドと変わりました。クラウンプライドが先頭、リードを1馬身2馬身取っていく。2番手3番コパノニコルソン頑張っているが、外をついてはウェルカムニュース、ウェルカムニュース。さあ前の争いですが、突き放しました13番クラウンプライド、3馬身4馬身のリード。しかし追いすがる1番のウェルカムニュース、その後はかなり開いている。さあ先頭は13番のクラウンプライド、クラウンプライド五輪、2着は1番ウェルカムニュース。3番手争い結局接戦、コパノニ They're ready to race and they're off and runningRealdo Barros commenced well out wide, but none better than C Vixen in the middle with Mesmerizer. Combustion goes forward, and now El Paso up into third. Not too far away, Good Deal. Wider out, Geraldo Barros in between runners Reyes, Jasper Jet. Back in behind them, Welcome Muse, followed by Line of Soul. A gap back to Taisei Drafong, three away Osteria. Well back is Crown Pride, and Reyes is the last one as they go down the back straight.Rolling in front, it's C Vixen, the jockey right on the horse's neck. Running third is El Paso. Out trapped a little wide is Geraldo Barros. Back on the inside, making up good ground is Combustion. Good Deal presses on past Mesmerizer. Wider out, starting to go on now is Blitzfang. Even wider out, Jasper Jet. Mesmerizer loses ground.
Line of Soul needs a bit of luck along the inside. Well back now. Losing Ground is welcome news. Going past is Crown Pride and Taisei Drafong. Osteria well back, and Reyes is the last one. They swing for home, and Sea Vixen still has it. Combustion's had a good run in behind them. El Paso peels out. Starting to run on wider out is Jasper Jet, even wider out Crown Pride. And Reyes is all over the place, but the jockey is right down the middle of the track, urging. Back on the inside, Combustion finds the front. Yuga Kawada go past Sea Vixen. El Paso can't go with them. Nothing else going to attack. And stand late now. Geraldo Barros could be the only danger. Combustion goes on. Combustion will go on and score. And Combustion wins. Smokes them. Wins out from Geraldo Barros. Sea Vixen may have held on for third. Second boot, one for Pinehurst. How's the going? And Rewa Homea out of Stallgate number one blew the start. Gave away a couple of lengths. Pinehurst ridden early to get up handy. Summer is tomorrow, has natural gate speed and is right there. Combustion, the blue colours, is third. Post is not in a hopeless position at the moment. One off the rail, the white cap at the outside of Quality Boone. Withering it there outside, Rewa Homer. They followed by Gilded Age in the orange colours towards the end of the field. And Kiefer, from a bad draw, took his medicine, races at the end of the field. And there's got to be about 14 lengths in it. And they're going a cracking pace. Summer is tomorrow, one length in front. It'll be headlines if he can sustain in this. Pinehurst, though, on his back is second. Then comes Sakifu, races in third, the white sleeves and the white cap. Then comes Combustion, who just tracks the leaders. Ben Doug against the inside. Combustion being nursed back onto the bit. Tomorrow is still the leader into the final 250. Summer is tomorrow by two. Crown Pride is all out in second. Ben Doug is third. Then comes Island Falcon. Here's Crown Pride getting to grips, getting the better of Summer is tomorrow, whose runner's race is Japan again. It's Crown Pride in the UAE Derby. The land of the rising sun is having a night to remember. Crown Pride beats Summerers tomorrow. Island Falcon third, Ben.